ドクさん海外移住ってどうなんですかね私もね日本以外に住むことっていうのはまあ、幼い頃から考えていたんですよねで、これからの世の中は日本だけじゃなくて世界が繋がっていく世界との行き来が激しくなるということをまあ、10代の頃から考えていてだからこそ英語ってものが大事なんだろうなと思ったんですけどもまずね言語の壁っていうのは未だに超えられてないですねで、言語の壁が越えられてないんで文化習慣 そういったもの伝統とかねこういったのもまだ日本以外の国ではとてもじゃないけども理解できてないんでこのまま暮らしたらねいろんな誤解を生むかなというふうには考えているんですようんだからもしかしたら海外に住むにしても日本人ばっかりが集まってるようなコミュニティに入るみたいなことになると思うんですよねで幸い私日本語圏であの人的トラブルに遭うことはあんまりないんですよですから日本文化に 慣れている人、日本人同士だったら私はね、あのー、争いとかあなんかねいさかいとかにはあまり巻き込まれずにやっていけるのかなと思ってますただね別の人種とか別の習慣とかになってくるとこれは未知数ですからなんせ言葉がき来できてないんでちょっと難しいなと思ってるんですよね。うん、というところで私はあ2019年まではインドネシアに住むことを計画して、えー、現地に銀行も作って法人も作って。 えー、2,000万円ぐらいでプール付きの家も建つそうなんでそちらの方の計画もしていたんですがちょっと今回ね、うん、考え直すことにしましまたグローバリズムってのがどうもおいいところばっかりじゃなくて今回悪いところがかなり出てますよね感染症のこととあと一つは世界のどこかで起きたあ、まあ、戦争ってのがねここまで私たちの暮らしに響くのかなと思ったら、うん、やっぱりグローバリズムは。 ある程度で抑えなななくちゃいけないかなといけかとうにも思えるんですよもちろん、うん、海外との関係を完全に断つことはできませんのである程度はね持ちつ持たれつでやっていかないといけないと思いますけどもだったら私たち個人も海外のことをもっと深く理解して覚悟もしなければならないかなと思っています。というところで私の海外移住に関しましての考え方っていうのは大きく転換しまして東南アジアではなくってやっぱりね 様々なこととを考えきに私がもし海外に住むとしたら私の家族を連れていくとしたらここしかないかなっていう国がはっきりと分かりました。これはねアメリカですね。アメリカですよ。もうアメリカのどこかの州そのどこの州にするかはこれから選ばないといけませんけどもあの一番新しい大陸で、うん、私はこれからの人生もしくは子供たちの人生を考えていくことは一番今エネルギーが強いですね。うん、やっぱり アメリカに住む日本人という形が、なんか最も現実味があるかなと思ってますね。うん、まあ、理由はさまざまあるんですけども。やっぱりね、なんだかんだと言って、海外の情報や通貨価値とか。それから文化習慣で、まあ強いて言えばね、最も身近なのは、やっぱアメリカなんですよね。東南アジアをそれに比べたら、もっと難しいです。で、新日と言われて、久しいわけなんですけども、本当にそうかとも思ってますね。 やっぱりね。世界で一番様々な人種が行き、交ってるのは私はアメリカだと思いますよそしてちょっと物騒なことを言うと、戦争紛争災害、こういったものが起きた時もアメリカが一番安全なんではないかなと思います。結局アジアの中であの独裁国家とね。それから、資本主義経済が入り混じってるところ。っていうのは国境線が変わりすぎるんですよね。で。あと自立している。国。 の中で選ぶとしたらまあ、ロシアもある程度自立しますけども中国の自立のレベルも高いアフリカもこれから自立していくでしょうでも建国以来ずっと自立してるたった唯一の一つの国ってアメリカなんですよねやっぱりそういう意味で言うとアメリカはやっぱり強い国だなと思いますししたたかですよね世界中の利権とそしてドルの流れを抑えてますからどんなことが起きてもね最後まで生き延びるのはアメリカじゃないかなと思ってますねうんこれはね 今更アメリカって言うんじゃなくて今でもアメリカだっていう概念です知れば知るほどどうしてもアメリカが選択肢として最後まで残るんですよ私はねだから今回の感染症と、うん、戦争のことをプラスアルファで考えて2022年の4月の今の強い結論として移住するならアメリカというふうに考えられますね今持っている資産をすべ、うん、て処分してドルに変えれば まあ私が生きていく分からいはなんとかなるかなと思いますし引いては私の家族が何ぼかやっていけるようにはなるかなと思います。あとはねあのー、安全に日本と同じような環境で楽しく優しく生きていけるようなそんなところをね50州あるうちのどこかに選ぶかなってことですよね。だから内陸のユタ州とかでもいいと思いますしね。 もしかしかたらラスベガスみたいな砂漠の街でもいいかもしれませんしそこら辺ねこれからね今まで積極的にアメリカを知ろうとしなかったんですけどももっともっと知っていくことによって、えー、見えてくるのかなと思います東南アジアもない道はなかったんですけども東南アジアは何、まあ、せね主権がいまいち、うん、確定してないかなと思いますねちょっとしたことでいろんなものに巻き込まれていくんではないかなと思います、はい、ということで今回 海外移住を考えての今の時点での私の考えはこんな感じになりますいかがでしょうか